どうもこんばんは、 MNK サウンドのモンキーと副代表シェリーです。はーい、今日はですね、ちょっといろいろと広げてきました、ね、わちゃわちゃとなってます、ね、露天みたいになってますけども、今日払わねえよ、あげねえ、あげねえやめてもらっていいですか今日は最近コンビニで見つけた面白いもの、最近発売したものを紹介したいと思います。はーい、はーい、はい、ではまず1本目がこっちにやっぱり、はい、コカ・コーラのストロベリー味と、うん、三ツ矢の2020年限定復刻レモン&ライムです、うん、なんかちょっとね怖いんですよストロベリー味ってね、なんかあ、まあ、いちごだよねあ、これ1967年に三ツ矢サイダーの姉妹品として登場したらしいです。三ツ矢レモラっていうのが実際にあったらしいですね。へえ、当時の味わいを現代に再現したことです。生まれてねっす。そうですか、昭和42年ですからな。生まれてねっす。ちょっとこれはね、期待してます。じゃあ、まずそれをちょっといただきましょうかね。はい。あ、いちご。いちごこれ大丈夫甘ばっかり。あ、いいっすな。ちょっといっぱいずつにする。綺麗な色だね。あ、でもレモンライムの香り確かにするね。吸っちゃった。炭酸が。今のよりも昔のスプライトに近いかもしれない。うん、香りがそうだよね。うん、あ、美味しい。スプライト。でもね、スプライトよりレモン強い。へー。うん、さっぱりして美味しい。いちごガム噛みながらコーラ飲んでる。三ツ矢サイダーで溺れたなと思って。いちごガム噛みながらコーラ飲んだつもりで飲んでみ。なんでちょっとつぼってんだよ。今のどこにつぼる要素あったんで。花粉症なんだからやめてよ。収録中じゃない。面白おかしいこと言って何が悪いんだよ。花粉症だからやめてもらっていいですか。なんだじゃあ花粉症の時はずっと死んだ魚の目でいた方がいいんですか。うるさいうるさい。飲め飲め。はい、いただきます。あ、匂いがすごいイチゴだね。あ、うまいね。あ、でも確かに後味イチゴだね。そう、なんかね、イチゴガムか。あ、分かんなかった。そうだね、そんなに今イチゴガムってねえからな。あの箱に入ってくるやつ。昔のフェリックスガム。あ、でもこれすごいね。うん、イチゴ味ちゃんとしてる。これは復興じゃなくて普通に出してもいいと思うね。はい、じゃあ何から紹介しましょうかね。これセブンイレブンでしか売ってなかったんで、多分セブン限定なんですけど、ブラックサンダー腹黒腹白いブラックサンダー。森さん腹黒ですか、腹白ですか。俺潔白、何も悪いことしたことない。腹黒は私腹黒。あ、そうだね、もうなんかそうだねってなって、えそうだねってなんだよ。もう人を陥れることしか考えない。ジッツパーティー。滑らかチョコにバタークッキーなのが腹白なんですね。腹黒さんは何です。ビターチョコにほろ苦クッキー、はい、美味しい。一方腹黒ちゃん、うん、甘さでもそんな強くないかも。あ、うんうん、甘すぎなくていいかも。あ、そっちも甘すぎないの。コーヒーに合いそう。うん、ビターだね、うん、これね、違った感じでまた甘さ控えめっていうか、どっちもほんまに滑らかチョコにバターと、うん、テイスティングし甘くないよね。でしょ、うん、なんかブラックサンダー、もともとのブラックサンダーよりもそこまでガツンともないし、こっち好きだ。さすが腹黒ですね。人を蹴落として何人もの犠牲者を生んできたシェリーさんが、うん、うわ、やる気を感じられない。次はどれに。チョコレート続いたんで、うん、これ続いてない、続いてない。最初がこれなの。チョコレート続いたんでって最初がこれだから。2個食べたから続いた感じになっちゃった。ブラックサンダーを最初に紹介した。次何でしょう、ね、持ち黒にしましょうか。はいはい、出したんですよね。これローンのうちカフェかな。そうです。お家でくるん、いちごレアチーズ。お餅でくるんな。お餅でくるん
お家で来るお家で来るんうちカフェだからうちで食うのは当たり前なんですよ。お餅か、うん、お家で来るんってやってる。そうだよね、餅来るんだもんすげえな、それだったらうち来るんだよあなたが言ってんのはうち来るん行く行くってローソンのね、うちカフェシリーズのスイーツで新しいのが出て、餅で、餅というか牛皮なのかな、牛皮で包んでて、こちらが黄色いのがプリンケーキで、ピンクの方がそうです、いちごレアチーズなんですね。なんか餅でくるんでるっていうものですね。もらいすぎてお腹痛いな。うちくるんやべえもん。ちょっとゆすいちご娘っぽい。今日やべえな。今日やべえぞマジで。こんな感じで牛皮に包まれてるんですね。はい、こっちはちょっとね、もうピンクなんですよ、ちょっとだけ手が震えるんだよピンクでね、こんな感じですか。いただきます。粉が舞うけど、食べるときちゅうだね粉問題をどういうかしない。めっちゃうまい、もち感やばい。でも、なんか思ったより牛皮は薄めなんだなって。うん、薄め、あの、かじりやすいかも。うん、こう、てきりみょんって伸びるぐらい入ってんのかな、うん、すごい、これレアチーズケーキだレアすごいレアチーズケーキだって。レアチーズケーキじゃなかったら何なんだいや味がちゃんとしてるなと思って、うん、これ中身すごいしっかりしてるよ。うん、美味しいこれ、うんうん、若干ちょっと食べにくいかなっていうのはあとワッフル、あとワッフル好き最近ね、うちカフェのクオリティがすごすぎて、あのバスチーっていうバスクチーズケーキのやつにスノーバスチーって冬の限定で出したんですけど、これがまたうまくてね、ほわほわのやつで、ほわほわのやつ、うん、上何かかってんのっていうレベルの。最近のスイーツに入れることで全体的に甘さって控えめなんだね。これなんかプリンケーキ包んでるわけだから、うん、ゴリゴリに甘いのかなとかもう覚悟して言ってたけど、うん、なかなかうまい。ちょっと粉が落ちるから注意が必要ね、これね、うん、お車とかで食うときはね、うん、やっぱうちカフェって書いてあるからうちで食べよう、ね、うん、ちょっとあの生もの系を食べたんで、日本をね代表するお菓子の一つですね、ポッキー、ポッキーのこちらが桜仕立てと白桃といちご、絶対うまいやんね。ポッキーチョコレートフロムジャパン、もともとフロムジャパンじゃけどパッケージが可愛いよね、まずね。桜とバターの優しい出会いだそうです。こっち白桃といちごの優しい出会いです。アクセントの塩味とグラニュー糖、うん、あ、表面にかかってるのか。こっちはね、いちご風味のプレッツェルに上品なはその白桃チョコレートがついてるんですって。あ、プレッツェルがいちごなんだね。そうそう、みたいだよ、ね、中心が。じゃあちょっと開けてみましょうかね。イエス、このパッケージデザインいいな、うん、かっこいいねこれ。あー、この透け感重要なんですよ、このデザインがね、かっこいいの。かっこいいんですよ、和な感じでね、いいね。はい、あ、やっぱちょっと太めなんですね。で、ポッキー、色合いで、本当にわかんないでも色合いで白いのが白桃といちごだね。こちらが桜ですね。いただきます。レッツポッキー。桜餅食べてみて、塩が振ってあるから、うんうん、すんごくうまいよこれ。あの普通よりもポッキー太いんですね。ムースポッキーよりは細い。ムースポッキーよりは細い。確かに桜餅だでしょ、うん、うまい。これこれ今のシーズン、これからのシーズンいいね。春も春先また咲いてねえよと思って3ヶ月は待ってもらわないと。うまいね。うまいっす。両方食べちゃう白桃いちご VS 桜です。塩味が2個同時に食うものではないポッキーは1本ずつ食べましょう。ラスボスでいいですよこれも新発売って書いてあって、いや全部のローソンに売ってるかわからないんですけど、皮まで丸ごとスイートポテトということで、この皮まで丸ごとスイートポテトを今日のラスボスとしてね、紹介したいと思います。何それハサミを貸してくださいおやばくね、これコンビニスイーツで売ってんのすごいな。うわーすごい、すごい、はい、すごい、深いスイートポテト、すごくない？手のひらぐらいあるよ、全然あるよ、うん、皮ごといけるんだもんね。そうそうそう、おー、ほんとだ、うん、
皮付きです。皮付きの。いただきます。はい。すごいね。滑らかだよね。今のコンビニってすごいね。いただきます。うん。滑らか。これ家で作るとしたら何回こさなきゃいけないんだろうっていうぐらい。甘すぎなくていいね。そう、そこなんですよ。全部今食ったの甘さ控えめなの。だからこんなに紹介できるんだろうけど、うん、これ1個でも甘かったら多分途中で美味しい、うん、すごいね。お茶と一緒に食べたい。ちょっと、ね、気になるところがカロリーですよね。これ 100g あたりで 525kcal あるんですよ。芋252か、252、 100g あたり252だから。何が甘さ控えめじゃって言われるところだったよ。でも芋ってもともと結構カロリー多いっていうじゃん、うん、茶碗一杯分ぐらいのカロリーがあるっていう話だから、食べ過ぎはちょっと気をつけた方がいいかもしれない ね。これはちょっとなんか分けてさ、うん、シェアしてもいい、ね、うん、これは美味しいな。すごい、焼き芋買ってきたってできないから、ね、会社の休憩中とかにわっさー言ってこれだったらちょっとね、サクッと切れば食べられるお前どこぞの田舎の農家だよってはい、ということで今日は、まあ、コンビニのお菓子、ドリンク、スイーツということでいろいろ紹介いたしましたけども、一番のお気に入りどれです？ちょっとね、今回全部うまかったんですよ。あ、そう、うまい。これ俺は桜か、はい、もちくるんのプリン。おお、うん、これ2つともちょっと美味しかった、うん、これはもう完全に桜餅。そう、美味しかった。桜餅スタイルでした。で、もちくるんもレアチーズとどっちかといったら俺はプリンの方が好きだから、もともとただやっぱり甘さも控えめで、で、もちもち感も結構あって、あ、ストロベリーは結構賛否両論な気がする。まずくはないけど、うんうん、だからいちごガム噛んでコーラなんで分かってくれないの？フェリックスガムをいっぱい買って。いちごガムもっと甘いよ。え？いちごガムもっと甘いよ。いちごガム、うん、一回フェリックスガムを噛んだ状態でコーラを飲んでごらん。やってみるか、今度検証してみるか。あれだってなるから。で、このスイートポテトは若干あのどれが一番というよりはなんか別格な気がする。そう、ちょっとお芋食べたいなっていう時に。これ本当にあの芋丸ごとやってる感じでね、うん、美味しいので。お芋ももうじき旬がなくなっちゃうので、うん、食べられる時に食べておいた方がよろしいかと思います。こちらはちょっとうちの近くのローソンで見つけたんですけど、もしかしたらあのローソンでも売ってるとこ売ってないとこあるかもしれない。たまにあるからね。見つけたらラッキー。見つけたらラッキーということで、今回のまとめていろいろとあのサイトの方で紹介されてると思いますので、そちらの方を、概要欄の方に載せておきます。 MNK サウンドの SNS 周りも概要欄の方に載せておきますので、合わせてチェックよろしくお願いいたします。あとエンディングの方でロゴのマークの方から、チャンネル登録できたり、最新動画、あと再生リストなんかにも飛べますので、ぜひそこら辺から、ジャンプして過去の動画とかも見ていってください。はい、というわけで今回はここまでとさせていただきます。また次回お会いしましょう。バイバイ。バイバイ。